はい、今週金曜日どうぞご覧ください伊達の知る人ぞ知る情報もお待ちしておりますので、そら、はい、ネットで上げていただきたいと思います、はい、まあそういうソラネットでです、ね、いろんな皆さんからの質問を受けるんですけども、はい、私もすごく気になっていたものが実はあるんですが、はい、皆さんからも質問を送っていただきました、謎の建造物、はいえー、こちらをちょっと見ていただきたいと思います。こ、はい、これれなんんんですよ関関係係さん、うん、んさん見てましたこれ 夏ごろから私、気にはなってたんですが、えー、もやしさん、ツイッターでこういうのをいただいております、この夏に福島市のずっと西の方向に白い柱が立っていることに気づきました、うんうん、これが何かご存じでしたら教えてください、まあ風車だなとは思いますけども、うんうん、この風車がついてないときは、ですね一体何だったんだろうと思われた方もきっと多いと思います。はい、はい、ででここれれなんですけれどもね、うん、この 山に白い建造物がこうやって34通実は来てましていつかやろうと思ってたんですが、はい、でこれに対して実は福島テレビにプレスリリースが届いてた、うん、今日11月15日に「吾妻、はい、高原風力発電所風車ブレート据え付け作業のご案内」<laughs> で「朝5時半集合してください」はい。場所は 高原スカイラインド牧場とかあったところです作業の様子 VTR でご覧ください長さ5 1ルに及ぶブレードと呼ばれる風車の羽、はい、電線に引っかからないよう慎重に運び込まれたのは福島市の吾妻高原です、うん、今日報道陣に公開されたのは およそ50メートルあるこちら風力発電のブレードと呼ばれる羽の部分になります今日は風がないということで現在午前6時過ぎこれから取り付け作業が行われます去年6月から工事が始まりこれまでに8機の風車が完成今日は最後の1機の組み立て作業が行われておりました風車の高さがすごいんですよ136.5メートル 年間の発電量は3万2400キロワットと1万5000体分のに相当する計画1万5300世帯ですね風に煽られることなくゆっくりとそして慎重に持ち上げられていきます地上で見た時よりも大きく感じます迫力がありますまあ特に冬場ですね 山形の方からです、ね、一定方向のいい風が吹いてくると、強い風が吹くと、回転するためにもお電気が必要でして、まあ、一定方向からすけば、その回転する動力も少なくて済むので、まあ、一定方向が一番発電量を効率よく発電ができると福島市で初めてなんですね、うんえ、風力発電所、来年5月から稼働する予定と、うん、いうことなんです。風がこれれから見ら見るるようになると、うん 場所なんですが、改めて見てみましょうか。はい、ここでございます。これちょっとちっちゃくて見にくいんですが、はいはい、ここに福島駅がありましてね。うん、あ、ここが、あ、と、ここが福島県庁、ごめんなさい。福島県庁があって。はい、そして、えー、運転免許センターがあって、この西側にあります。はい、えっと、す、う。すもも平という旧牧場跡地にあるんですが。うんうん、なぜこの場所になんのかというと。はい、風力発電所ができるぐらいですから。これわかります。福島市でね。はい 福島県の中で一番強い場所なんですよ東北でも屈指の強風地帯風が吹く場所そう風が吹く場所だし、相撲も平って実は雪雲の通り道で、うん、あの福島市だけ豪雪になることあるじゃないですか米沢からあの雪雲の通り道がこの相撲も平なんです<ー>だから風も強いということなんですよね、うん、で実は福島県というのは風力発電のポテンシャルがすごくて、はいうん、すごいの。 これなんと全国で4番目の風力発電のポテンシャルで北海道を除く全国平均の3.8倍、これなぜかというとやっぱり海に浜通りは海に近いそして中通り、会津はやっぱり山が多いので風が強いということなんですよね。福島県の再生可能エネルギーの現状と未来今、大体皆さん関係さんどれぐらい割合だと思いますあの需要の 4割5割、4割5割はいその通りです、はい、43.4%でね、これ、2040年に100%の導入目標、うん、これ、できるのかどうか気になりますよね、ですね100%か、これ、福島県が挙げてるんですが、はい、さあ、100%は可能なのか、うん、専門家に聞きました、はいこちらこでございます、環境エネルギー研究所の飯田さん、地域によ喜ばれる再エネじゃないとだめだよ。うんうん エネルギーの地産地産消、これねエネルギーをただ単に生産するだけじゃなくてお金も地元にこう還元できるような仕組み浜通り沿岸部の浸水区域の有効活用家庭内発電家庭内消費こういうのも100%を目指すキーワードになるんじゃないかということなんですがこの地域に喜ばれる再エネっていうことで 実は先ほどの東山の風力発電所、こんなスポットにしようとしてます、夢があります、これ、布引高原のひまわり畑の風力発電所ですけれども、はいはい、事業者の方はこんな風にしたいと、布引高原以上の新たな観光スポットにする、<ー>市や飲食店などと連携して、福島の企業として地元に貢献したい、風車を可愛がってもらえる存在にしたいということでございました。い、まあ、いろいろ問題がありますけども、はい 新たな景観としてね、えー、ちょっと私は気象予報士として楽しみな部分はあります。